トレパンはアメリカ海軍の原子力潜水艦。スタージョン旧原子力潜水艦の25番艦であり、同名の艦としてはバラオ級旧潜水艦7番艦のトレパンに次ぐ2代目。艦名はインドネシア語でナマコを指し、東インド諸島のサンゴ礁に生息するナマコにちなんだもの。浸水式の様子トレパンの建造は、 ジェネラルダイナミックス社グロトン造船所へ1966年7月15日に発注され、1967年10月28日に寄港、1969年9月27日に浸水した。浸水式は国防総省長官夫人臨席のもと行われた。1970年8月14日、DMR、サクット、ジュニア、中佐の指揮下にて、 コネチカット州ニューロンドンを母校とし収益する。最初の任務は1971年初頭に行われた北極海での実験公開であり、2月22日から3月22日まで北極海の氷上に浮上した他並走システムの試験を行う。極地における 潜水艦の行動そのものが科学研究上の歴史的解挙と考えられるが、軍事技術についても多数の知見が得られた。本艦が局地において撮影した写真が、後にフランスのオカルト雑誌に掲載されて、UFO と報じられたことがあったが、実際には、並走試験の際に使用した気球であるとされる。ニューロンドンに帰還後は温暖な、 カリブ海での試験のため1971年4月22日に出港アメリカ領バージン諸島線と黒い島のフレデリックステッドにて並走の試験を行ったニューイングランドに寄港後再び試験公開のため出港1971年11月には北大西洋での単価任務を行った1972年2月5日にニューロンドンへ寄港周辺海域で 攻撃型原戦としての所定の訓練を実施し、1972年7月24日から北、大西洋にて訓練公開を行った後9月25日に帰港した。その後はアメリカ本土東岸にて任務を行った。4週間ポーツマスで入境の地、フロリダ沿岸で兵装の試験を実施した。第6艦隊に所属し1973年10月の 第四次中東戦争にて数度の作戦に参加した。10月、トレパンの乗っ取り未遂事件が発生。男性3名が FBI に逮捕される。1985年5月3日から ISX-85 に参加。1987年には北極点に到達する。後主に地中海にて任務に当たる。バミューダ諸島に派遣され。 バトル・イフェクティ・ベネス・アワードを受賞する。北、大西洋での任務のためスコットランドに1989年から1991年まで派遣され、後ポーツマスでオーバーホールされる。母校がサウスカロライナ州のチャールストンとなる。チャールストンへの開港時にパーフェクト・ストームと呼ばれる記録的なハリケーンに遭遇する。地中海にて攻撃型源泉としての演習を続行。 ボスニア紛争においてはシールを派遣するなどの任務を行った。トランスワールド航空800便墜落事故の際に関与が疑われたが当時ロングアイランド沖におり誤射事故の可能性がないことが確認された。トレパンは1997年6月から12月にかけての6ヶ月にわたる最後の任務を行った後、1998年後半からは退役前に 核燃料を消費しきるため世界中を開港した。この間にジョイントメリートリアスユニットアワードを受賞している。1999年6月1日にブレマートンで退役、除籍され原子力艦再利用プログラムに従い2000年4月7日までに解体された。装備品はスミソニアン博物館で機関室部分や机、ベッドなどの備品が展示された。 ありがとうございます。